ちょっとじゃあ質問もいいですか、続いて。はい、どうぞ。イラさん、竹井さん、早川さん、こんにちは。初めてメールを送りさせていただきます。はい、つい先日、有料会員になりました。ありがとうございます。無料部分だけでも十分楽しめていたのですが、有料部分を聞いてこその音ラジだなとつくづく感じている今日この頃です。私は仕事が終わった後に、近所を5キロから10キロランニングしているのですが、最近は音ラジを聞きながら走っています。真夜中にアラフォーのおっさんがニヤニヤしながら住宅街をうろつくという、うん、工場領族に反する俺じゃねえ行動をしておりますが、マスクをしているのでバレません、うん、その点においてはコロナに感謝しています、うん、ということで、ここから悩みというわけではないのですが、皆さんにお伺いしたいことがあります、はい、私は結婚して15年経っているのですが、うん、今でも週に一度妻とセックスをしています。はい、それを仕事の同僚に言うとみんな驚きます、うん、お前は変態だとまで言われます、うんうん、彼らに話を聞いてみると、ほとんどの人は結婚後セックスをしていないようなのです。そして人それぞれの方法で自分の性欲を処理していることが分かりました。結婚後もコンスタントにパートナーとセックスをする人と、それ以外の方法に向かう人との違いって何なのでしょうか。私のような人間はマイノリティなのでしょうか。人生経験豊富な皆様のお考えを教えてください、という質問なんですけども。さ、これ、はい、ぶっちゃけさ、半々だと思わない？うん、仲が悪くてもエッチをする夫婦っているよね。あ、仲が良くてもしない夫婦もいるし、あ、確かに、うん、で確かに夫婦のそれぞれの2人ともなんか性欲が薄い人もいればさ、うんうんうん、割といつまでたってもちゃんと性欲ある人っているじゃない。なんかそういうのの組み合わせだから、うん、掛け合わせでいろんなパターンができるんだけど、でも僕の感じだと半々かな。仲が良くてないっていうのはなんか聞くけど、仲が悪くてもあるっていうのはあるんですね。あるあるある。喧嘩の後するのが最高みたいな人もいるからね。ああ、それなんかね、なるほど、聞きますけど、うん、そうですね。なんか別にでもおかしいことではない、うん、おかしいことじゃないし、それはあんまりね、日本人は言い過ぎると思う。うん、どういうことですか。だからセックスレスで悩んでいる奥さんのに対して冗談めかして、うん、俺は仕事とセックスは家庭に持ち込まないみたいなことを言うのってさ、超残酷じゃない。え、そんなこと言う人いるんですか。いるいるいる。だって彼がさ、相談した同僚の人はみんなそういうふうに言うタイプだと思うよ。ああ、そういうこと か、うん、だか奥さんと週1回してるなんて変態だって言ってるぐらいですもんね、うん、あのさ、食べ方を工夫したらどうでしょう。うん、食べ方を工夫、毎日毎日ご飯に塩かけて食ってるからできなくなっちゃうんだよ、うん、奥さんと、うんうんうん、のり玉があるでしょ、明太子もある。なるほどなるほど。たまにはチャーハンにしよう。キムチもある。っていう、その、工夫をするだけの価値があると思うんだけどね。そのセックス時代にちゃんと。なんかどこも。さ、ぜひ頑張ってほしいよね、うんうん。そうですよね。なんかどの点から、その、なんかもう妻とはそういう関係じゃなくなるんでしょうね。うん、やっぱり、ある一定の親しみを超えてしまうと家族になっちゃうみたいに言う人は多いよね。ただそれは両立できると思うんだけどな。なんか両立するのに工夫してることとかあります？いや、特にないね。いや、でも悩むよね。そうですよね、うん、女性はよくない。理想としてはやっぱりあった方がいいとは思うのよ。うん、だって40代ってまだ若いじゃない。そうですよね。正直男も女もキチキチだと思うんだよね。と思いたい。あ、うん、と、ほら、これ番組では前に話したけど、アメリカの統計、まあ、調査で、その何十代のセックスが最高でしたかっていうのを、うん、みんなに聞いてるの。ほうほう。で、その女性が答えた1位は、実は60代だったんだよね。何それ、めっちゃ夢ある。そうなの。一つはもうその上がってしまってるから妊娠の恐れがない、うん、で子供たちはもう大人になっていて手離れしてしまっている、でずっと旦那ちゃんと知っているから旦那も自分のことすべて分かってくれている、うん、でもう恥じらう必要もないというので60代の位置が一番という人がたくさんいたんだって。そう考えたら本当に夢ない？夢めちゃくちゃありますね、うん、いいパートナーに恵まれればそういうことらしいよ。そうですかね、うん、男性でなんかよく性欲ってどんどん年齢が高くなると落ちていくって言いますけど、どうなんですか実際のところ。男性の方はね、あのね、肉体的な性欲みたいなのは落ちていくと思う、うん、それはやっぱりさ、
18とか19の子にかなわないね、ゆずくん。やっぱあの時はちょっと別格ですね。てか、たださ、あの時はなんかさ、猿だっただけだと思うんだけど、今ようやく人間になれたって感じしね。ああ、そうですね。だって今見てもさ、18とか19の子って男の子も女の子も猿みたいなもんじゃん。なんかその表現って、まあ、正直よく聞くじゃないですか、うん、若い時って性欲高いみたいな、本当にそうなんですか。猿っていうかみなぎってね、あのね、女の子は分かんないかもしれないけど、男の場合はそういう風にデザインされてるだけ、それがやらしいって感じじゃなく、そういう風にただ作られてるの、はい、ああ、それは分かる。遺伝学上 なんかそういう感じがしますよね、それもなくなったな、なくなったらこれだけかな。常にこうムラムラしてるみたいな感じなんですか。だから、B ラグ大好きな子がさ、ずっと組み合わせを考えてると一緒、確かね、こう、ああ、あれとあればそうだなみたいな。そういうことを、例えば街を歩いていて、あの木の枝とかさ、はいはい、ちょっと丸いボールとか見ただけで、女性の体とかが出てくるんだよね。木のコブとかさ。だから、パンパって何気なく見て、不思議じゃなかった？居酒屋とかラーメン屋、どこに行っても水着のビールを飲んでる、女の子が貼ってある。絶対ありますよね。うん、要は、あれだけで本当にエネルギーもらえるわけ、パワー。確かに。超面白い。うん、そうなんだ。もうね、あの、高野山とか、ああいうお寺のお札とかに全然効くの。水着のポスターが。なんかもう、本当全身がそういうアンテナな感じでしたよね、もう。そう。なんかちょっとしたものだけでも、うん、なんかもう想像力だけでみたいなね。そう。へえ、面白い。いや、面白いんだけど、でもそういうのってさ、エネルギーも高いし肉体的には激しいんだけど、うんうん、意外と面白くないんだよ。どういうことですか？なんか知的な感じじゃない。要は大人になってからの方が想像力ってもっと自在だし、細かいことに気がつくし、いろいろ考えられるわけ。ほうほうほう。だから若い頃は言ってみればもう、言ってみればパワーセックスですよ。身体的なものだけですよ、ね。そう、それに比べたら大人になってからの方がずっといいので、そこは、あの、休まずに努力していた、ね、この、相談者の彼みたいに40代で毎週毎週ちゃんと奥さんとエッチしてたら、二人の相性もどんどん良くなってるし、うん。うん、断然進歩してると思うんだよね。へぇ、そういうなんか、うん。いろんな食べ方とかごちそうの作り方を考えて、エッチに向かっていれば、なんか飽きないと思うんだけどな。なるほど。やっぱ、なんかこう、探求心が必要ですね。何でもそうだよね。自分なりに突き詰めるとか、探求心とか、いろんな事例を調べるとかっていう、こういうことちゃんとやっておけば、これ、エッチだけじゃなくて、仕事でも何でも一緒じゃない。確かにそうですね。そういう気持ちがある人の方が、まあ、面白い仕事はしてるよね。確かに、はい、いいお便りありがとうございました。本当だね、頑張ってね、毎週頑張ってください、はい、でも奥さんに愛されてると思うよ。ね、本当にいい家族ですね、それでは後ほど、はい、